うわ、さっきのマスク集団や。本当だ。あ、アジトってこと？え、ここが？お、ボスか？ボスだったのか。ずいぶん世話になっちまったな。うわ、川島さん。あんたに呼ばれりゃすぐ駆けつけるさ、キング。すげえ。ナイフ使いのジャック。ナイフ使いのジャック。腕も錆びちゃいないのか。誰のおかげで。うわ、服だ。潜入していられると思ってるの。来ましたね。色仕掛けのクイーン。色仕掛け。片思いに書かれて嬉しい。色仕掛けかな。とても綺麗な花火をあげられた。僕はそれだけで満足。中岡さん。この爆弾魔のエース様、爆弾魔自慢の最新作をね、面白いキャラ、もう少し火薬の量を抑えてもらいたかった、来た、ね、私の努力が無駄になるところでした。演技うまいな。この天才ハッカードロー4のね、一人だけ運をトランプ足りんくなってるやん。引きこもりのオタク野郎は、お、この声は、お、黙ってなよ。昨夜の主役はこの私、凄腕ヒットマン、ドロー2よ。うの被ってるよ。なんか分けろよ、そこを。俺の仕事も残しておいてほしい。相口、うん、来た。まあ、そうふてくされんな。数字の6。数字の6。面白い。問題は次だ。ユウスケや。わざわざ俺らを集めたんだ。すごい人ばっか。脱獄なんてチャチな仕事で、終わりなんてことはないよな。こいつも言った。西澤さん。西澤だ。お察しの通り、あんたの力が必要だ。ユウスケとも呼んでもらってない。一人だけ本名。まだ誰か呼んでんのか。え、もう少し。こいつも仲間な。じらした方が良かったかな。腹立つな。どこで区切ってんだよ。出迎えなんて頼んで悪かったな。ヤニカス。ヤニカス。ヤニカス。これも依頼のうちだろ。めちゃめちゃ貧乏人はアクセク働かねえとな。たく、医者かなんかでも目指してりゃよかったぜ。お前医者やったんちゃう、うん。